皆様おはようございます。本日は大変暖かい陽気に恵まれ、また大変お天気ではございますが、午前中の9時半という講演会としては非常に珍しい時間にたくさんのご参集をいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、ここに書いてありますように 99% のための経済政策フォーラムということで、明海大学の松尾先生の講演をいただくことになっております。まず最初にこのプログラムの主催をいたしております、99% フォーラムの代表鈴木からご挨拶を申し上げます。代表しております鈴木です。心配事は300人超えたらどうしようかなと思ったんですけれども、ちょうどいいくらいかと思います。で、この早朝から来ておられる皆さんは多分いい正月を迎えられると思うんですね。というのはですね、今やるべきことを、やってるということで、いい正月を迎えられるだろうと思います。で、今何が必要かということなんですけれども、憲法改悪をさせない国会の議席数を取らなくてはいけないと。で、そのためにはどうしたら何が必要かということを考えるとですね、野党は経済政策が足りないからだらしないなどということをですね、マスコミの その評論家と同じようなことを市民が言っていても始まらないわけで、足らないんだったら一緒に勉強して作ろうではないかという呼びかけで、今回始めています。で、私たちは1年前に、総選挙の前ですね、準備して、1人区で野党統一して勝ちましょうよという運動をしました。で、今の段階としてはですね、その中身を作ることが大事であろうということで、この勉強会を一緒にやろうということを立ち上げています。ただちょっと気をつけている点はですね、経済学者さんによってもいろいろそれは説はあるだろうし、政党によっていろいろそれは主張はあるでしょう。だからここで政策提言を作りますというそういう作りではなくてですね、一緒に勉強しようと。で、その後は各政党の上にそれを咀嚼してですね、力にしてほしいと、そういう趣旨で勉強会をします。講師の先生にはもう自由にお話をしていただきますということです。それからこのフォーラムの特徴としてですね、議員さんに勉強していただくということは大きな柱になってますので、少人数の昼食会というようなことを仕組みを作っております。で、他の方はご参加いただけないんですけれども、いや議員と話をしたいんだという方は各地域で、対話集会などをやっておりますので参加してください。ないところはご自分たちで作ってくださいという趣旨でやります。で、毎月1回ずつぐらいのペースでやっていきますのでよろしくお願いします。本日は、今から始めますので、よろしくお願いします。では早速松尾先生にご講演いただくわけですが、簡単に松尾先生のご紹介をさせていただきます。1964年7月の生まれ、54歳、本当に若く、これから大いに期待できる経済学の博士でいらっしゃいます。1992年に神戸大学経済学部経済学研究科大学院で博士課程修了なさいまして、現在立命館大学経済学部の教授でいらっしゃいます。たくさん著書もございますが、その中で皆さんお聞きになっていらっしゃるものたくさんあると思いますけれども、一番新しいところでは、そろそろ左派は経済学を語ろう、これが去年の4月、今年の4月でございますね、お読みになった方もいらっしゃるかと存じます。昨年はこの経済政策が民主主義を救う、安倍政権に勝てる対案というような本を出していらっしゃいます。さらにその2010年ちょっと古いはございますが、ケインズの逆襲、ハイエクの提案、巨人たちは経済政策の本命を解く鍵をすでに知っていたというような本も表していらっしゃいます。また、2010年には不況は人災です、みんなで元気になる経済学入門などといった本、著書多数でございます。先生のご講演大変熱のこもったもので、少し口が早くなるかもしれません、時間に限りがございますのでですね、ぜひしっかりお聞き
していただきたいと思います。そしてご質問もたくさん寄せいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。議員の皆さん、ちょっと簡単にお名前とこう手を挙げるだけさせていただきます。議員さん、それから秘書さん、講師さん、同等にしてますのでよろしくお願いします。こちらから、はい、マークスの共産党で財務金融部会長で山衆議院の宮本徹です。皆さんおはようございます。貴重な委員会を作っていただきましてありがとうございます。私は国民民主党北海道の参議院議員です。参議院の政審会長をさせていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。こちらの方よろしくお願いします。北海道から来ていただきました、はい、皆さんおはようございます。立憲民主党の大田区の政策委員、次の4月の大田区議選の候補者の平野晴元と申します。どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。私は立憲民主党衆議院議員の長谷川海津でございます。どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。立憲民主党衆議院議員、北海道4区の本田平野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。後ろから失礼いたします。立憲民主党の政調会長代行をしております衆議院の大阪誠二の秘書でございます。どうぞよろしくお願いします。今日は本日の事務所まで回っておりますので、私が代理でさせていただきました。どうぞ皆さんよろしくお願いします。会場を取っていただくために葛飾議員のから大変なご尽力を頂戴いたしまして、本日の会を開くことができるようになりました。確かに本当にありがとうございます。小先生にご講演を頂戴したいと思います。どうぞ皆様ご清聴よろしくお願いいたします。どうも、朝からこんなにたくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。99% の経済政策フォーラムの皆さんのいろいろレジュメ印刷とかご準備とか本当にご苦労いただきまして本当にありがとうございました。まあ、議員の皆さん、秘書の皆さんもありがとうございます。ちょっとお手元 の説明をしておきますが、お手元の大きいやつですね、大きいやつが、今からお見せするスライドが大きいさというものです。そしてもう一つ質問ご意見表というのがあると思いますけれども、こちら開いていただきますと、Q&A がありますで、これもちょっと態度になって申し訳なかったんですけど印刷していただきました。さっき口が早くなるというご指摘もありまして、そのようなご指摘は大変いろんなところから受けたまわっておりますので、1時間半と時間が限られていることもありますので、ちょっと後半のところとか皆さんが ご疑問に思うだろうな思うようなことをですね、ご説明しているという、ことをずっと講演やってきたんですが、ちょっとその時間を省略いたしまして、典型的に何かご質問いただくような、内容に関してですね、ちょっと Q&A にまとめてみようということで、講演ではちょっと触れる時間がありませんけれども、ちょっとお話を聞いていてですね、ご疑問に思ったことがあったら、ちょっとこちらをご覧いただいたら説明しているかもしれません。どういうことなので、そういうこととしてご覧ください。というようなことで、この Q&A を書くのにですね、ちょっとこの前にもあれがあったんですが、いろいろ立て込んでおりましてですね、時間を取ってしまって、バタバタしていたものですから、こちらのスライドの方がですね、なんか締め切りに間に合わせて送った段階ではタイトルがですね、使い回しがバレてしまうんですが、ちょっと直前にやっていた講演のですね、スライドのタイトルになってしまっていまして、すいません、これ正しくはこっちです。こっちにご訂正ください。日付も21日ですね。
はい、まあ、基本的には直前に12月2日にやらせていただきました講演の、スライドなんですが、内閣支持率その他を昨日ちょっと更新しましたので、新しいものをお見せします、まあ、その他ちょっと修正を入れてみるということです。で、まあ、先ほど申しましたように、ちょっと、Q&A の中身に関する話に関しては、こちらの Q&A を回しておりますので、少し丁寧に話ができるかなと、今回は思っております。はい。はい、ちょっと一つ戻ってもらえますか。すいません。はい、はい。お手元にもあると思いますけれども、今お見せしているスライドですが、お手元のこの URL ですが、こちらのところに置いてございますので、またゆっくり、カラーでご覧いただく、いうときにはこちらをダウンロードしてください。で、それから今申しました反緊縮、経済政策の Q&A ですが、この Q&A もまあカラーのグラフとかがあって、それちょっとカラーでちゃんとグラフの区別ができるように見たいと、いうような方もこちらの方に入れてますので、これを、ここにアクセスしていただいてダウンロードしていただければカラーのものが見れます。はい。じゃあ次お願いします。はい。それからですね。この人々の経済政策研究会というのが、実は私たちが京都の周辺 の仲間で、作っている研究会でありまして、でここではいろいろ経済政策の提言とかヨーロッパとかアメリカなんか の経済政策に関する議論 の紹介ですね、翻訳とかですね、そういうことを、やっております。で講演とかもやってます。そういったような資料を、こちらの方にアップしますので、こちらもご関心がありましたらぜひご覧ください。その中でも、ちょっと後でご紹介しますが反緊縮マニフェストというのが、あります。でこれはとある事情から昨年 の、衆議院選挙の、にちょっと間に合わそうと思って皆さんに、これを政治家、政党の皆さんにですね、政策として、取り入れてほしいと、いうことで、まあ、作ったマニフェストであります。で、まあ、経済政策に関するマニフェスト案なんですけれども、まあ、ちょっと時間的にも間に合いませんでしたし、まあ、どちらにも取り入れていただくことはなかったんですが、ここに置いてありますので、まあ、ぜひご覧ください。その後ですね、このマニフェストの内容にご賛同いただいた方によってですね、何回かそのデザインみたいな感じのものを、非常にきれいな形で作っていただいてて、まあ、見やすいようになっていると思います。で、それから経済発祥法と、ここに書いてあるのはその人々の経済政策研究会の綱領みたいなものでありまして、まあ、経済というものが考えることがいかに大事であるか、経済政策がいかに大事であるか、経済を考えるということはどういうことかということについて、まあ、本人たち的には分かりやすく書いたつもりということです。こちらもぜひご覧いただいたらと思います。はい。そしたら本題に入っていただいてお願いします。それで、まあ、まあ、ここ の会 の、 基本的なテーマが、まあ、自民党、公明党に対してですね、いかに勝利をしていくかと、いうことにあると、いうふうに思いますので、その、つもりで、お話をしていくと、いうふうに思いますけれども、昨年じゃない、今年か、今年の新潟県知事選挙ですけれども、ご存知のように、まあ、池田さんですが大変惜しかったということなんですけれども、推薦した政党ですけれども、まあ、立憲民主党さんから国民民主党さん、共産党さん、社民党さん、自由党さん、野党勢ぞろいであります。で、そして連合さんもですね、推薦したというすごい総理の大共闘が組まれたんですけれども、まあ、残念ながら負けてしまったということなんですね。で、これが前回の米山さんですが、まあ、民進党系 の、 政党は、当時は、まあ、公式には推薦してなかったと。で、連合さんも推薦してなかったという状態です。
で、でも勝ったんですね。でも勝った。で、その、勝ったのから比べると約2万票減っているということなんです。で、これが何でだろうなっていう話なんですね。で、次お願いします。はい、ということで、これはNHK の、まあ、ホームページに載っている、解説なんですけれども、出口調査で、年代別にこう見てみるというふうにしますと、ご覧いただいたら分かるように、前回米山さんはですね、まあ、20代では負けてるけれども、他の世代ではみんな勝ってるということです。で、それが今回、まあ、比較的若い世代ですけども、50代よりも50代以下ですが、自民党公明党さんの候補の方が勝ってるということになっているということですね。で、まあ、比較的若い世代が、まあ与党側に移っているということであります。特に20代なんですけれども、前回も負けてはいるんですが、まあ、負け方激しくてですね、今回2対1ぐらいですね、半分になっているという、そういう無党に対して半分になっている、そういう差が開いているということです。ではお願いします。はい、それで、それなんでかなということなんですが、どんな政策に期待するのかという話ですね。調べてみますと、比較的若い世代、まあ、50代よりも50代以下の世代、みんな、一番は景気雇用なんですね。景気雇用に対して、まあ、政策的に一番期待しているというのが、まあ、一番比率が高い。確かに30代に関しては、教育、子育て、まあ、それは当然ですね、30代ですから。なんだけれども、しかしその30代も、ご覧いただいたら分かるように、景気雇用やっぱり高いんですね。 31% の人が、それを望んでいるということで、それと比べると60代以上の世代っていうのは、ちょっと違うということですね。この、何の政策に、期待しているかというのの違いで、先ほど の世代別の、得票率の違いが出てきているということが伺われるわけです。お願いします。はい、ということを考えるとですね、まあ、4月に、それ先立つ4月ですが、京都府知事選挙があったんです。で、この京都府知事選挙ですけれども、まあ、まあ、いろんな政党さんの方がいらっしゃる中でですね、まあ、福山さん、福山和人さんって、共産党さんだけが、国政政党としては支持した候補なんで、ちょっとあれなんですけれども、まあ勝因とかそういうことを分析することということで、ちょっとお聞きいただきたいんですけれども、勝因とか得票の原因ですね、そういうのを分析するということでお聞きいただきたいんですが、まあ、確かに負けてるんですね。負けてはいるんですけれども、前回なんですが、2014年の知事選挙、全く同じ、構図で、共産党一党が推薦している候補と、まあ、それ以外、の、戦いですね。で、その時に共産党候補の、得票というのは、30.96% でした。で、今回ですね、福山和人さんですけれども、同じく共産党一党、国政政党としては共産党一党だけが推薦していたんです。で、勝った対立候補ですが、自民党、民進党、公明党、立憲民主党、希望の党が、ゾロッと全部推薦していたという、まあ、そういう知事選挙で、まあ、44.1%、すごく迫っていたわけですね。まさかというような迫り具合で、まあ、左京区では勝ってたんですが、これが10万票上積みしているというんですね。10万票上積みしている。で、なぜだろうかということなんですね。お願いします。で、しかもですね、この京都新聞の報道によれば、福山さん、20代30代の得票で見ると勝ってるということなんです。で、さっき の池田さんの話と逆なんですね。若い世代で勝ってるということです。はい、お願いします。で、なんでだろう。そうするとですね、福山さんの公式サイトを見てみると、例えばこんなことが載ってます。これはコピペですね。項目をコピペしたんですが、時給1500円へブラックゼロ京都とかね、働く人、中小零細企業、大企業、地域がウィンウィンで税収もアップとか、地元密着型の公共事業を積極的に進めるとかね、まあ、こういうことが書いてあるわけです。まあ
田中角栄さんとかの、公共事業型の、自民党の、ね、政策に対して、野党の人たちが反対をした、いうような歴史の中で、それ以降なかなか革新系 の人たちの中からこういう声が出ることはなかったと思いますけれども、こういうのを掲げている。で、その、時給1500円へというその話、中身ですが、府発注事業の条件を時給1500円以上にするという目玉の公約があります。その他中小企業支援策とワンパッケージにして、最賃の引き上げを掲げるとか、そういうことを掲げています。で、それで、具体的な数字を掲げてですね、こういうことができるという根拠を、示しているわけです。何億円何億円と入ってきてこういうことに使えますと。で、それでその結果経済、地域経済が活性化して上昇するので税収がこんだけ増えてというお話です。そういうことを書いているということですね。はい、お願いします。で、それで玉木さんの圧勝ですね。玉木さん圧勝であります。8万票の差です。で、これもなんでだろうということですね。なんでだろう。はい、お願いします。で、一つはそれに先立つ女川県政ですが、で、著しい経済発展があったということです。実質経済成長率全国1位とかいろいろ書いてますけれども、県内総生産が 1.1 倍になっている、県民所得 1.1 倍になっているとかね、書いてますが、特に失業率です。失業率、沖縄の失業率というのは他の、県の、都道府県と比べてちょっと、段違いに高いという状態が続いておってですね、一応異常値みたいなもんだから、いろんな都道府県別の分析をする、経路的な分析をするときには外しておくというね、そういう存在だったんですけれども、ところがですね、これが、一番不況がひどかったときです。全国平均が 5% 台のとき 7% 台とかそんなもんでしたが、2012年 6.8% の失業率だったのが、2018年7月には 2.8% にまで改善している。ちょっと直近をフォローしてません、すいません。直近はもっと、下がっていると思いますけれども、つまり、ほとんど全国平均に近づいているということなんです。という状態ですね。で、だからこそ別に基地なんかに頼らなくてもやっていけるんですよと、基地があるせいで経済発展の妨げになっているんですというような、言い方が説得力を持ったと、いうことだし、こういうやり方でいけるんですよということですね。で、それでお願いします。で、それにプラスして、玉木さんが、いろいろとね、そういう経済政策、前向きの、経済が拡大することを、説得的に訴える政策ですね、を掲げていたわけですね。こんな10番鉄道とかね、そういうこととかお願いします。こんなんですね、観光とかね、こういう形で発展させますとかね、あるいは保育料とか給食費無料にしますとか、こういう民衆の生活に直接、関わるところにね、お金を使って民衆の生活を直接良くしていきますよというような公約ですね。またお願いします。はい、それとか最賃上げますよと、正規から正規へとかね、こんなことでまだまだいっぱい載せててですね、選挙戦略的にも非常に参考になるので見てるといいんですけれども、こういう前向きの公約みたいな感じをこんな形で、非常にきれいに見やすくですね、ネット上ではたくさん出てて見てると気持ちいいから、こんなの見せてると時間がなくなるというか、もうキリがなくなるんですけど、これぐらいにしておきます。はい、お願いします。それで、年代別で見ますとどうだったかというと、確かにね、10代20代で負けてるんですけどその差ってなわずかです、わずかです。多分10代はこんな誤差の範囲だと思います。20代もちょっと負けてますけど誤差の範囲に近いと思います。他の世代は全部勝ってますけども、ということなんで、池田さんの場合20代で半分しか取らなかったんですが、それと比べるとやっぱり明らかに、違うわけですね。じゃあお願いします。で、実は新潟の池田さん、公式サイトに載っている経済公約というのはこれだけなんですね。真の豊かさを実現できる新潟っていう、これだけなんです。で、それに対して、対立候補ですが、お願いします。はい、勝った知事になった人ですね、経済政策、こんだけ書いてある。
まあ、呼びにくいという戦術的な問題はありますけれども、まあ、それは置いといて、ともかく細かく、まあ、こういろいろ書いてあると。で、まあ、読んでみると本当にすごい発展するんだなみたいな、そんな気持ちになってくることが書いてあるわけなんですね。で、それで、まあ、山住さんの得票が増えれば増えるほど新潟に公共事業がやってくるんですよみたいな感じでガンガン攻めてきたわけで、まあ、それに勝てなかったっていうことですね。で、じゃあそれで前回のですが、はい、お願いします。米山さんの実は選挙の時のサイトが残ってまして、でこれ見るとやっぱりね、雇用の責任とかって項目設けてあげていて、雇用の責任ってすごいいい言葉だと思いますけどね。みんなやっぱり失業している人、職ができない人とかね、もっといい職に就きたい人っていうのがいっぱいおって、そういった人たちが、まあ、なんとかしてほしいと思ってるわけですよ。でそれに対して、まあ、新潟の利便性の向上でこんなふうに発展しますとか、企業を支援しますとか、新産業の促進とか、働く環境の向上とかっていろいろ挙げてあると。ということで、まあ前向きの経済政策を掲げているわけですね。で、これ米山さん、自分の選挙中のブログにこんなこと書いてある。公共事業のための公共事業の森候補か、人と暮らしのための公共事業の米山かっていう、こういうことを書いててね、まあ、公共事業はダメですよとは言ってないよね。やっぱり福山さんもそうですけども、地域密着型で、地元に職が作られる。で、地元 の, 人と人の暮らしを、豊かにするための、公共事業をするんですよと、いう説明の、なんです。はい、お願いします。で、もう一度これ振り返ってこれを見てみると、いやこれだけっていう、いうことですね。最初は選挙結果を見た時には、ああ惜しかったとかって思いましたけれども、これを見るとよくあれだけ取ったもんだという、そういう気持ちになってくるんです。で、お願いします。で、もう福山さんとか田淵さんのような経済公約を掲げていたら、もう新潟は間違いなく勝ったって思いますね。ところが、そういう経済公約を掲げるんじゃなくて、逆にこんなことをしてたということです。お願いします。はい、これですね。代わりに池田さんはこんなことをしてました。まあ、新潟にね、新潟県に小泉さんが応援にやってきたと。でそこに駆けつけまして激励を受けてたということですね。で、お願いします。まあ、小泉さんに応援してもらった人はみんなこんな感じで破滅するんですね。で、小泉さんすごい人気あったから、手組んだら票が入ると、まあ、思ってたかもしれませんけれども、実は逆ということなんですよ。この小泉さんによって人生狂わされた人っていうのは世の中にいっぱいおってですね。で、まあ、その人たちが、まあまあ、なんというか遠さの的になってるわけですよね。で、それでそういうことに感覚として、まあ、センシティブじゃないといけないというふうに私は思いますけれども、はい、お願いします。で、それで内閣支持率になります。まあ、一時このなんだかんだいろいろ攻められて落ちてたんですが、まあ、基本的にこう上がってるということですね。で、直近ではあんまり国会でひどいことやったもんだから、ちょっと下がってるというのがありますけどね。ただ下がってはいるんだけれども、まあ、基本的に高い部類ですよね、にまだあるということです。で、まあ、あれだけ国会であんなめちゃくちゃなことをやっておきながらということを考えるとですね、やはりまだまだ高いということですね。はい、お願いします。はい、それから自民党の支持率も、まあ、直近では下がってますけれども、基本的に高いですね。で、他の野党みんな束にしてもまだ全然届かないという状態で、立憲民主党さんたくさんいらっしゃって申し訳ないんですけれども、最近上がってます。はい、まあ、もっと上がってほしいですね。はい、思いますけれども、基本的にはこう下がっているということですね。そういう状態ということです。はい、お願いします。で、安倍内閣の支持率上がったり下がったりしていて、で、まあ、一喜一憂してますが、これ見ると、青いのが支持するですけどね、まあ、それまでの、それ以前の内閣の支持率と比べて基本的には高いんです。高い状態で推移していると。で、それ以前 の, 不支持率っていうのと比べると基本的には不支持率は低いんです。そういう状態で、まあ、長期的に見るとですね、基本的に推移していると。
いうことがわかります。はい、お願いします。で、それからこれは前回の総選挙をよく報道されているので皆さんご存知と思いますけれども、若い世代ほど自民党に入れてますということです。特に20代とか 50% ですか、出口調査の結果ですけれども、自民党に入れてます。はい、お願いします。で、それから内閣支持率も、若い世代ほど高いということですね。これ朝日新聞ですけれども、29歳以下では支持率 56% で不支持が 22% というこういう状態になっているということです。で、こっちは産経だから、産経言ったらちょっと眉唾っていう感じになるかもしれないけども、でも実際ある程度の支持率を反映していると思います。これまでの安倍首相の政権運営を、評価するかって、男性では10代20代 73.2%、評価するんですね。女性でも10代20代は 61.2% が評価する。で、若い世代はやっぱり、安倍内閣への支持が高い、自民党にもたくさん入れていると、いうことです。ではお願いします。では若者はやっぱりそれだけ復権化してる、保守化してるかという話ですね。保守化してるんかいなんていう話なんですけれども、そんな風に思う人も多い。ネットを開くとですね、若い世代の人たち、思われる人がなんかヘイトな書き込みとかたくさんしてるし、若い者がみんなその、右傾化してるみたいな気持ちになってきますが、じゃあ本当にそうかということです。はい、お願いします。これは、2017年3月の、世論調査なんですけれども、憲法9条を改正する必要はないというふうに答えた割合ですが、若い世代ほど、改正反対ですね、改正をする必要はないと、憲法9条を改正する必要はないと答えた割合が若い世代ほど多いです。最も直近では逆になってきているらしくて、ぼやぼやしているうちに盛り返されてしまったという感じがありますが、少なくともこの時点、今日2017年ですから、そんな昔じゃないです。その時点では若い世代ほど、憲法改正、9条改正ですね、反対の方が多かったわけです。で、お願いします。で、これは毎年出てるんで毎年変わりませんけどね。これは内閣の調査なんですが、内閣府の調査なんですが、中国に関して、親しみを感じるかどうかという話です。で、そうすると親しみを感じるとか、どちらかというと親しみを感じるっていう合わせた割合っていうのは、若い世代ほど多いんです。世代は上がるほど少なくなるんです。で、次お願いします。韓国もそうです。韓国の、親しみを感じる、どちらかというと親しみを感じる合わせた割合が、若い世代ほど多くてですね、世代が上がるほど少なくなるんですね。よろしいですか。で、そういうことなんで、若い世代ほどなんか欠陥欠中の人が多くてですね、中国や韓国に対してヘイトの書き込みばっかりしてるというようなイメージがあるかもしれないけども、実際にはそうじゃないという。ではお願いします。だから若者受け化説って間違いなんですね。若者は受け化してないんです。別に受け化とかしてません。はい、お願いします。で、別に若者に限らずですね、若者に限らず、安倍内閣のやってきた政策っていうのは、特に賛否が分かれるような政策に関してはですね、ほとんど、いつも反対の世論の方が多かったんですね。これは自分のハードディスクの中に入ってるやつを書き集めてきたんですけれども、これ以外にたくさんありますけどね、安倍首相の下での憲法改正反対の方が多いし、長距離巡航ミサイル反対の方が多いし、テロ等準備法案反対の方が多いしね、カジノ反対圧倒的に多いし、年金制度の改悪法案とか評価しながら多いし、駆けつけ啓蒙とか、そんな反対の方が多いし、何もかも反対の方が多いことをずっとやってきたんですよ。で、もちろん森友学園問題とかその点のは、内閣に対して批判的な世論の方がやっぱり圧倒的に多い、そんな状態がずっと続いてきたんです。はい、お願いします。にもかかわらず、なぜ内閣支持率がずっと高いかということですね。とすると、政治に関する世論調査、これ、何回やっても同じ結論が出るんですけれども、何に一番関心があるっていうか、どういう政策が一番重視すべきかっていうことを聞くと、1位が社会保障です。2位が景気と雇用です。で、この1位2位ですね、これ不動のトップ2でずっと変わりません。社会保障と景気雇用です。
で、3が、子育て支援とか出てますね。で、まあ、憲法の問題とか安全保障の問題とかってのはずっとこの下です、ということなんです。だからやっぱり人々はこの、景気の問題っていうのをね、敏感に考えるということ、特にお願いします。あのアベノミクス評価ですが、実はあの安倍内閣に対するあの評価として、アベノミクスに対する評価というのは相対的に高い、評価するとどちらかといえば評価する合わせたのが 38% で、評価しないと 29% でね、まあどういうことなんですか。はい、お願いします。で、特に若い人です。特に若い人、これ2016年の参議院選挙での出口調査ですが、18歳19歳です。があの重視した政策何か、もうこれあの、全世代平均と比べても、あ、圧倒的にちょっと特徴があるわけですね。でつまり景気雇用対策というのが、一番ですよという、もうダントツなんです。でお願いします。であの同じあの出口調査なんですが、アベノミクスどう評価するか、評価するというのは評価しないよりも、かなり上回っているんですが、これはあの全ての年代を、ね、あの年代を合わせると、評価するが評価しないを上回ったのはわずか2ポイント差なので、2ポイント差だったらこんなの あのあれですけどね、誤差のうちだけども、若い人はそうじゃない、あの圧倒的に差がある。お願いします。で、実際あのじゃあ有権者がどう感じているかということです。有権者がどう感じているかということなんですが、あの日銀がですね、毎年、生活、毎年じゃないや、何ヶ月に1回か、生活意識に関するアンケート調査というのをあのやってて、これ結構あの、なんていうか参考になります。で、で今景気がいいと思うかとか、1年前と比べて景気がどう変わったと思いますかとか、そんなことを聞いてるんです。で、あのこういう報道が単発でなされると、景気がいいというふうに答えている人っていうのは、少ないから、おおとかって言って、それ見てアベノミクスに対するあの不満がこんなに高まっているとかって思ってですね、前途に希望を抱くわけなんですが、ところがそうじゃない。あの、景気がいいとかいう答える人はいつだって少数派です。いつだって景気悪いって答える、まああの聞いた話でちゃんと調べてないんですが、あのバブル時代もなんか景気いいと答える人が少数派だったらしい。で、いうことなんで、そういうのを見てもあの仕方がないんで、それをあの時間を通じて見ないといけないんですね。で、そうすると、あのピンク色は良いと、どちらかといえば良いを合わせたものですけれども、それは、まあ、少数派には違いないけれども、やはり安倍政権ができてから跳ね上がってて、で、それでそういう数字を基本的には維持している、まあ、貯金では上がっているということですね。で、一方、悪いとどちらかといえば悪いを合わせたのがこの派遣の灰色のやつですが、民主党政権自体は非常に高かった。それが安倍政権ができるとガクンと落ちて、で落ちた状態で基本的には維持しているということになります。そしてあの緑色はどちらとも言えないですけれども、まあ、消極的な支持みたいな。でこれがあの、やっぱり安倍政権自体ポンと上がってですね、それで維持していると、まあ、こういうことで、これはあの日銀の調査っていろんなあの調査ありまして、これは今はどう感じるかということですが、1年前と比べてどう感じるかという話もあります。それも同じ、ほぼ同じです。じゃあお願いします。これはあのアメリカの民間調査会社が日本で調査した結果です。で、やはりあの今の景気どう感じますか、大変良いと幾分良いを合わせたものが赤いやつですが、民主党政権自体低迷していて、安倍政権になってからポンと上がってですね、こんな感じになっている。で逆に、大変悪いと答える人が民主党政権自体非常に多かったのがポンと下がってですね、安倍政権、で基本的にその、低い数字で維持している。直近ではやっぱり、景気がいいっていうのが増えてて、景気悪いっていうのが減ってるというのがあの、こういう状況にあるということです。じゃあお願いします。で、それから、これは国民生活基礎調査ですが、今の暮らしが苦しいか、ゆとりがあるか、ゆとりがあるとかって答えると圧倒的に少数派なんですが、この、苦しいです、ね、苦しい灰色なんですが、やっぱり、安倍政権になってからわずかに改善していると思うんですね。で現在あの民主党政権時代 の, あ, のあれですね、リーマンショックの起こった年ですが、あその民主党政権の前の年ですが、まあ、その時よりも、まあ苦しいと答えた割合は減っているということで、
あ、すいませんすいません。まあ、2014年は消費税導入としてその時にちょっと増えてますが、基本的にわずかですが安倍政権下で減っているということが分かるということですね。じゃあお願いします。まあ、こういうことをなんでこうなんだろう、まあ安倍政権に反対する人たちはですね、まあ安倍政権の下でどんどん状況が経済状況が悪化しているというようなことを考えがちですが、実際人々が感じているのはこうなんだという。でなぜ人々がこう感じているのかということですね。いうことを考えるにはですね、それにその前、これまで小泉改革と長期不況ですね、その絆いかに深かったか。そういうことがちょっと分からなければいけないということです。お願いします。でさっきのグラフを、もっと長期的に取ります。まあ、1986年バブル景気が始まった頃、そこから取ります。でそうすると、ここはバブル崩壊の年なんですが、バブル崩壊の年から、苦しいと答える人がガンと増えてて、そしてそのままずっと増え続けてる。で、この辺がデフレ不況突入ですね、1998年、その時もっとダンと増えて、またどんどん増えていく。で、ここまでずっと増え続けていったわけです。で、先ほど安倍政権下でわずかに改善していると言いましたけど、本当にわずかなんです、苦しいと答える人の減り方というのは本当にわずかなんですね。本当にわずかなんだけども、それに先立つ時代というのがどんどん悪くなっていったと言います。で、そういう時代があまりも長期に続いた。その中で、まあ、期待が下がったということですね。期待が下がってて、で、だからちょっとわずかな改善でも、これはすごいことだというふうにみんな感じてしまうということになって、実際言うとバブルの崩壊前っていうのは生活が苦しいと答えてきたは、34.2% ですね。この 34.2% と比べると今直近2017年、55.8% って、まあすごい高くなってる。まあそれは高いです。で、だけど、まだまだ苦しいと思ってるんだけど、でもここで、今生活に満足してますかみたいな調査を取ると、あれですね、満足してるっていうのが8割いくんですよ。ということなんです。はい、お願いします。で、どんだけ厳しい状態にあったのか、一つの例がこれです。まあ私が若い頃とか飽食日本とかっていう言葉がありましたけど、この赤いのは一人当たりのエネルギーの摂取量です。青いのは一人当たりのタンパク質の摂取量、エネルギーというのは 何カロリーっていうやつですね。でこれは戦争直後1946年から統計があって、で、現在まで持ってるんですが、この、まあ、2011年ぐらいが一番ひどかったんですが、この2011年ぐらいの一番ひどかった頃っていうのはね、一人当たりのエネルギー摂取量は戦後すぐの水準に満たないんです。で、エネルギー、タンパク質ですが、一人当たりのタンパクの摂取量っていうのは1950年代の前半の水準なんですね。で、もちろんね、食生活が高度化していきますと、ご飯ばっかり食べるわけじゃなくなりますから、一人当たりのエネルギー摂取量は減っても当然なんですが、多分この、1970年代の後半ぐらいの方が減っているやつは、その食生活の高度化のせいなんだと思います。で、とはいえタンパク質も今世紀に入って一人当たり摂取量減ってるんですね。これはまあ高度化のせいじゃないと思います。で、それから高齢化するとですね、ご飯の食べる量減りますから、そうすると、日本全体で平均すると高齢化しているので、エネルギー摂取量減るというのも当然じゃないかという、まあ、そういう反論があるかもしれないですが、お願いします。これ20代に限っても減ってるんです。で、しかも20代にも限っても減ってるし、その、厚生労働省が定めた基準がありますが、それに満たない状態ですね。それでずっと来てるんですね。で、でしかもこれ見てみると、この青いやつですが、赤いやつは1人当たりエネルギー摂取量です。20代です。で、青いやつ失業率です。上の点線のやつが20代前半で、下の実線のやつが20代後半の失業率なんですが、失業率が上がっている時にはエネルギー摂取量が減ってて、
失業率が下がっているときはエネルギー摂取量が増えて、また、失業率が上がるとエネルギー摂取量が減って、また失業率が減るとエネルギー摂取量が増えているというね、こういう状況が分かるわけです。で、まあ、だから、要は、失業して、まあ、食っていけなくなってですね、で、エネルギー摂取量が減っているという、いうことで、これはもう平均値ですから、平均値なんで、平均値自体がこの、失業率に非常に敏感に動いてるっていうことです。だから実際に失業している人っていうのがどんな食生活になってるのかっていうことですよ。で、だから、私の若い頃とか、ヒューモンカローとか、あったでしょ、昔の資本主義批判の、マルクス経済学の人とかが、資本主義が発展するとすること、人々の労働者階級は貧しくなっていくと、ヒューモンカローみたいなのがあったのが、僕らの若い頃というのは、そんな古臭い協調主義者が言うもんだとかって言われてですね、馬鹿にされてたわけですね。ところが今出現しているのはまさにその窮乏、本当の古典的窮乏ですね、いうことがこの間、見られていたんだということです。お願いします。で、まあ、いろいろそういうことを示す例というのは多いんですが、ここでは典型的な例だけをお見せしているわけなんですが、自殺ですね、特に男の人なんですが、男性の自殺死亡率と男性の失業率というのは非常によく相関する。でこれは1950年代、53年から失業率データがあります。そこからずっと現在まで取っているんですが、非常に長期にわたって安定したその相関関係があります。で、まあ、きれいに同じ形をしてます。で、だから、これが1998年に本格的なデフレ不況に突入してから、失業率が 5% 台に上がるわけなんですが、完全失業率全体として。そうするとそれに合わせてですね、自殺死亡率がガンと上がっているということですね。で、まあ、全体として年間3万人台の失業や自殺ですね、が続くという時代がそこから起こったわけなんですけれども、非常にそれに対してこの不況というのが大きく、影響していたということです。だから、不況というのは本当に人の命に関わるということですね。人を殺すわけです。で、お願いします。で、まあ、まあ、これは私が作ったグラフじゃなくてウェブで取ってきたんですけれども、特にロスジェネと言われる世代ですね、まあ、就職氷河期、という小泉さんが専門持ってた、まあ、2000年代の初めです、20世紀の問答とか、そういう時代に就職活動をするという、そういう時期に当たった人たちとか、特にそうですけれども、まあ、全然就職が先がないという、まあ、そういうところでいわゆるフリーターみたいなことをですね、余儀なくされてきた人たちですね、こういったロスジェネの人たち、今とても厳しい状態にあって、まあ、いわゆる中高年、フリーター、高齢フリーターといわれる人たちですね、それが、まあ、どんどん増えているんですね。まあ、一旦そういう状況に置かれると、細切れの状態の中で働いて一生懸命働かなければいけなくてですね、まあ、技能の蓄積とかできないし、フリーターとかやってるということ自体がハンディキャップになって就職で不利になると。でその後、景気が回復して自分の後輩がスイスイと就職するのを、知り目にですね、ずっとそういう状況を続けなければいけない、いう中で、まあ、なんていうね、そういう状態が続いているという人が日本全国いっぱいいて、で、まあ、その人たちがそろそろ、正社員になるのも年齢的な限界に近づきつつあるという、非常に深刻な問題がある。でこの人たちが将来、まあ、年金とかどうなるかね、まあ、健康保険とかどうなるかという、いうのがすごい大きい問題になるということですね。でこれ貯蓄ゼロの世帯の割合なんですが、特にこの40代の人たち、40代の人たちの貯蓄ゼロの世帯ってどれぐらいの割合いますかと。2007年がこの青いやつです、こんだけだったのに、2016年ってポーンと、上に行ってますけど、だからそういう、そういう世代が現在日本には存在していて、非常に苦しい状態にあるということです。お願いします。で、まあ、
民主党政権のご関係の方もいらっしゃるのかもしれなくて、あの非常に心苦しいところがありますけれども、これを民主党政権が救えたかということですね。で、安倍政権以降どうなったかということなんです。お願いします。で、これ、名目 GDP と、それから就業者数をあのグラフに取ったものです。これ非常にきれいに相関するんですね。非常にきれいに相関して、でこれを見ると非常にあの、明らかなんですが、やっぱり民主党政権時代に低迷していて、で、それから安倍政権に入ってからどんどん増えていると、いうことなんですね。で、就業者の数なんですけれども、2017年というのは、年次データとしては1997年が就業者数が最大です。この翌年からデフレ不況に突入します。その突入前の1997年ですね、それに次ぐ、数になっていて、おそらく、今年の、数はですね、これを抜くだろうと思います。お願いします。それから正規雇用に関しても近年増えているということですね。で、現在、これは平成29年ですか、平成29年の数字で、これはリーマンショックですね、リーマンショック前の、数字に迫りつつあるというところです。はい、お願いします。で、不本意正、非正規ですね、非正規職に就いた理由が正規の職員、従業員の仕事がないからっていうそのパーセントですが、これはやっぱり安倍政権下でこう減りつつあります。じゃあお願いします。それから、賃金の総額ですね、賃金の総額、世の中の賃金の総額ですが、民主党政権時代にやっぱり低迷していて、安倍政権になってからどんどん増えていて、で、現在過去の最高値は超えているということですね。超えてずっと上がってきている。お願いします。で、それから世帯所得ですが、やはり安倍政権が始まってから世帯所得増えているということです。お願いします。で、それからこれは民間の平均給与ですね、民主党政権時代低迷して、安倍政権時代になって増えてる、まあ、増え方っていうのはそんな大した増え方じゃないですが、まあ増えてる。はい、お願いします。で、これ給料の増え方とか、初任給は割と安倍政権になってからの増え方が、はっきり出る。で、特に高卒ですね、まあ、特に高卒の女子とかはこんな感じではっきり出るということです。お願いします。それからパートとかアルバイトの時給ですが、やはりこれも民主党政権時代というのは低迷していて、安倍政権になってから増え方が著しいということです。お願いします。で、それから学生にとっては就職が一番重要なん でやっぱり民主党政権時代落ち込んでて、安倍政権時代増えてるということですね。まあ、リーマン前の最高水準というのはもうすでに超えてて、ずっと上がってます。お願いします。で、よく実質賃金がね、民主党政権時代から、低下しているという、民主党政権時代と比べて安倍政権時代というのは実質賃金が低下しているということがよく言われます。で、これ見てみるとですね、まあ、ちょっとこの直近で増えているというのは前つまなところもあるんですけれども、まあ、ちょっとまあ、でもなんか増える傾向はそうなんだろうなと思いますが、減り方がね、ここからもう民主党政権時代から減ってる。で、民主党政権時代っていうのは、この辺実質賃金増えてて、で、この辺から減ってるんですけれども、この、実質賃金が減ってるという、ね、この要因をちょっと分解して、調べてみましょうというのはその次です。で、お願いします。次。はい。この紺色のグラフが、これ月次データですけれども、毎月のデータですが、紺色のグラフが前の年の同じ月と比べた、実質賃金の、上昇率、低下率、変化率ですね。で、エンジン論っていうのは名目賃金、貨幣賃金、名目賃金が前の年の同じ月と比べてどんだけ増えたか減ったか。で、緑色のグラフですが、緑色のグラフはこれ物価です。で、物価が前の年の同じ月と比べて、増えたか減ったかという話なんですが、これデフレ率ですので、物価が下がると上に出るように書いてます。物価が下がると上に出る、物価が上がると下に出るというふうに書いてます。だからこの2つを積み上げると実質賃金の動きになるということです。で、そうするとこれ見ると、民主党政権の初め頃っていうのは、
あの実質賃金増えてるんですが、それは、リーマンショックで、米国賃金がブチャーっと減ったと、すっごい減って、でここからちょっと戻したと、ちょっと戻したというので、エンジン色のプラスになって、それにプラスしてデフレが加わってたわけね。デフレが加わってたから実質賃金が増えるということで、まあそれほど民衆がこれで恩恵を感じたかというと、ちょっと、それはようわからんという感じですね。でその残りの期間ですが、実質賃金が低下するんですが、これはえんじ色のグラフがマイナスのところにある。つまり米国賃金が低下したために実質賃金が低下したというのが民主党政権が、でそれに対して安倍政権下はどうなっているかというと、えんじ色のグラフは、まあ、少ないけどちょっと上にあるんですね、プラスにある。つまり米国賃金は、まあ、少ないけど、まあ、プラス上がってるんですね。で圧倒的な緑色がマイナスのところにある。つまり物価が上がっているために実質賃金が下がるということです。で、特に著しいのが2014年で、まあ、もちろん消費税が上がったと、ね、2014年の4月から。そうするとこの消費税上がったっていうのは民主党政権も決めたことをですね、自民党と一緒になって決めたことでありまして、でそうすると実質賃金下がったとみんな感じてるかもしれないけれども、苦しいと思ってるかもしれないけれども、そのことが、自民党に対する批判だけにつながるというか、そういうのはつながりにくいということですね。ではお願いします。それから所得再分配後のジニケース、まず所得格差の指標なんですが、どうなってるかというと、これが23年がこれが民主党政権時代で、これが安倍政権時代ですね。これは民主党以前、麻生政権、ほぼ横ばいです、ほぼ横ばいで誤差の範囲内の変化ですね。なんだけれども、まあ、一応数字の上では、若干改善していると、安倍政権になって若干改善しているという、そういう数字になっています。まあ誤差の範囲内ですけど、はい、お願いします。で、あるいは子どもの貧困率も低下している、まあ2種類あるんですが、両方とも低下っていう、ことなんですけどね、それから全体の相対的貧困率も低下しているというのが報道されていますね。はい、お願いします。で、今見せてたやつっていうのは結局謎解きのためにやってるんですね。我々がなぜ勝てないのか、なぜ勝てなかったのか、いうことなんです。で、それは、こういう理由だったと。長期不況と小泉行動改革によって多くの人々が苦しんできたわけです。で、本当に苦しんできたんです。で、民主党はですね、これへの批判を背景にして政権を取ったわけですね。で、子ども手当とかそういうのはそういう人たちの胸に非常に響いたということですね。で、なんとかしてくれと、この、リーマンショックもの、ひどい事態、ところが、その事態を改善させることに対してやっぱり失敗したということです。で、安倍政権下はどうなっているかというと、わずかに事態が改善されているわけなんですが、元に戻すには程遠い状態ですね。元に戻すには程遠い状態だ。でもやっぱり長期不況で本当に苦しんできたわけですよ、人々は。だからそんな、わずかな改善であったとしても、それが人々に希望を与えているということなんですね。これが我々が負け続けてきた原因であるということを認識しなければいけないというふうに思うわけです。はい、お願いします。で、特に若者とか、それから雇用が不安定な低所得層ですね、そういう人たちほど恩恵を感じているという事実があるということで、これは本来はそんな、すぐクビにされるような、そういう雇用システムにしてるのが悪い、ね、本当はそうなんだ。でもそれがそう言うだからといって、その人たちに響くかというと、やっぱりその人たちはどう感じるかというと、そんな、いつクビになるかわからんような不安定な雇用だからこそ、これを守りたいということですね。不況に戻って雇用が脅かされるという、そういうことを非常に恐れている。で、だから野党が政権を取って経済が不安定になることを恐れて、安倍自民党の経済政策に、すがりついているということだというわけです。で、前参議院選挙の前ですが、ブレグジット投票、イギリスの EU 離脱、
それが国民投票に勝ってですね、でその結果世界経済がめちゃくちゃ荒れて、で株価が暴落してですね、でいよいよことがありました。でその時に野党の人たちはアベノミクス破綻とかって言ってですね、すごい大騒ぎしてた。でところがそれが有権者にどう響いたんだろうか。アベノミクス破綻大変だ、自民党に入れようだったと思います。つまりこんなこんなすごい世界経済の状況ですね、こんな状況の中で、野党に政権を取られると、大変だっていう、そういう、思いで、結局アベノミクス破綻って言えば言うほどみんな自民党に入れるんだ、そういうことになったと思います。はい、お願いします。で、我々は選挙で安倍さんの景気策略に負けてきたという、はい、お願いします。で、まあそれは我々は何度も同じような失敗を繰り返してきたということですね、それを認識しなければいけない、ということです。まあ、時間がありませんので、まあ、飛ばしますけれども、もしかしたらご関係者が中にいたら困るので飛ばします、はい。共通点というのは、景気拡大反対のイメージがあったんじゃないかなというふうに思うわけです。まあちょっと端的に言うと脱成長とかそういうスローガンなんですが、こういったようなこれからは成長の時代じゃありませんよ、経済のことを拡大をするとかっていうことを目指すこと自体が間違っていたんですと、まあそういうような主張ですね。で、まあその実際に長期不況、それから小泉構造改革とか長期不況とかで、例えば失業していて、で職がない人、まあそういったような人とかね、それからやっとこさ、安倍内閣になってから職にありついた人とか、そういう人たちには、響かないということですね。俺たちは救われないというふうにしか聞こえないということだったと思うんですよ。でお願いします。でところがこれをですね、勘違いしてですね、勝てないのは世の中が保守化しているんであって、リベラルな、政策を掲げているから、有権者からそっぽを向かれるんだというふうに勘違いした人が中にはいたということですね。でだからリベラル色を払拭して保守色を強めれば、票が取れるだろう、だから散々な結果になるということなんです。まあ希望の父さんですね、まあ、希望、幸い希望さんいらっしゃらなかったんですよね、はい。公共事業をはじめまずは歳出削減を行いとか、金融緩和の財政指導に過度に依存せずとかっていうのを政策パンフで表に掲げて、言ってる、まあ、要するに小泉路線ですね、小泉経済路線です。で、そうすると有権者からそう思います。全然希望の党って若い希望の党のほら何というか排除します騒ぎがあったじゃないですか。その排除します騒ぎの前の時点の世論調査でも若者の希望の党の支持率そんななかったんです。で、だから維新も希望系も、今フォーマット化しているということですね。でお願いします。結局左翼とかリベラルのイメージが嫌われていたわけじゃないんだということです。まあ、なるべくお金を使いません的なそういう倹約的なイメージが嫌われていたということであります。でお願いします。でこれは世界中で起こっていることだということ、別に日本だけの話じゃないということですね。お願いします。まあ世界中1980年代以降、新自由主義路線というのは、ガーッと進められてきました。で、金融財政の削減とかですね、金融引き締めとかですね、つまり要するにお金出しませんよって言ってます。で市場に、なるべく市場に任せて、で、もっと働けっていうね、そういうやつで緊縮だって、押し付けられてきて、それで格差とか貧困とか教育や医療費の負担とか失業とか介護負担とかそういうことが、民衆に押し付けられてすごい不満が溜まっていた。で、一部のグローバルな大企業ばっかりが儲けていた。こういうことが押し進められてきたのに対して、じゃあその規制政党ですね、中道左派とかリベラルとかの人たちっていうのは、この間やってきたことだって金ないし仕方ないねぐらいの、そんなことしかやってこなかったということです。で そんな中でこういう不満をためた民衆のね、その支持が一方では急進左派に向かう、で一方では極右に向かっているということですね。お願いします。でそういうことでまあ、トランプさんとかルペンさんとか、まあ、伸びてるし、それから、サンダースさんとかコールさんとかも伸びてる、まあ、こういうことになるわけですね。はい、お願いします。
で、あのトランプ大統領の、例えば政策を見てみるとね、もともと保守派っていうのは金融緩和を批判する立場なんですが、アメリカは、金融緩和を容認する姿勢、持続したいという、そういう姿勢に転換しているし、それから伝統的な保守派と違って大規模なインフラ投資を提唱している。でそれで買ったわけですね。これが目玉公約ですね。インフラ投資大規模なんです。で、普通共和党の保守派って、なるべくこの財政削減しましょう、支出しない方がいいですっていう小さな政府派なのに、まあ、小さな政府じゃないんですね。大きな政府で、それで、自由貿易反対、保護貿易とかっていうのもそうですね、伝統的な共和党の、保守派のスローガン、正反対です。で、お願いします。で、ルペンさんはもっとそうです。フランスの国民政党のルペンさんですね。そこに書いてあるように、ほとんど左翼政党みたいなことを言ってる。いうことなんですよ。で、フランスの福祉国家モデルは擁護するんだ。で、財政禁止とは反対して、低所得者にお金をたくさんあげますよという、そういう主張をしているんです。じゃあ、お願いします。で、特に典型的だったと思うのがオルバンさんですが、まあ、最近なんか労働をなるべく働かせる、そういう法律で反対論が高まってますが、もともとね、この人人権概念とか法治原則とか無視して、強権支配を進めてきているという極右の人なんですが、中央銀行の独立性を否定して、で政府の支配下において金融緩和を推進して、でそれで作ったお金でインフラ投資なんかをやって、財政支出を拡大した。でそうすると EU 当局はこんなことしてはいけませんとかって言って批判してくるんだけども、それに対して、断固そんなことには屈しませんっていう姿勢を見せて、ますます国民から支持が出て、で経済絶好調で、失業どんどん下がっていくという経済絶好調状態 で支持が高くて、3回圧勝して、この間も総選挙で圧勝しているんですね。でそれでこういう強権的な極右政策を進めることができているということですから、安倍一強とかっていうのは、明らかにこの世界的な、ことの一環なのであって、全然不思議になることはないということですね。お願いします。ただ安倍さんの場合は安倍さんの場合はそういうお金たくさん使いますよ的な姿勢を見せているんだけど、でもそれで支持を得てるんだけど、でも実際言うと旧来の新自由主義が混ざってて中途半端なところがあるということですね。例えば第三の矢というのはそうであって、これは小泉改革路線と同じですね、新自由主義の路線で、コープロとか TPP とか法人税の減税とか、まあ、こういったのは、そういう路線を引き継いでいる。それから、財政再建路線ですね。財政再建路線で、消費税引き上げしますと、いうようなことを、言っているのもそういう路線ですね。でさらに社会保障を中心にして政府支出を抑制しているのであって、必ずしも大きな政府言えない、やっぱり緊縮的なところが性格としてあるということです。お願いします。で、この黒いやつは実質 GDP のグラフです。この黄土色のやつ、はですね、実質公的需要ですね。国と地方 の政府支出ですが、ほぼなんていうかね、このグラフに沿って動いてるんですね、 GDP が。まあ、もちろん目盛り違います。目盛りは違いますけど、目盛り合わせてるんですが、で違う重なるように目盛り取ってるんですが、まあ、動きが同じということです。だから基本的に政府支出の動きに沿って GDP は動いているんです。で、安倍内閣発足も1年足らずは、公共事業を大盤振る舞いして、それで政府支出が増えていったおかげで GDP が増えていった。でその後消費税、消費税引き上げて GDP 減ったんですが、煽りをかけるように政府支出も減らしているんですね。で、まあ、基本的にはその後、政府支出は頭打ちにされているということです。で頭打ちにされているから、それに合わせて GDP も、基本的に頭打ちになったと。まあ、だから基本はこれです。お願いします。で特に消費税増税しました。これは実質の消費需要なんですが、実質消費ですけれども、約 3% を断固置しています。この消費税の導入前の駆け込み需要の前の状態ですね。それと比べると 3% 断固置しているということですね。お願いします。
だから、この消費税の増税によって、2013年と比べて2014年ですが、7.7 兆円、実質消費が下落しています。でその実質消費の下落ですが、リーマンショックの時は、6.4 兆円の下落ですから、それよりも多い、下落ですね。そんな状態、はい、お願いします。で、これは消費税増税前の各国民需要の前の状態と比べて、いろんな、需要の各項目がどれだけ増えたか、どれだけ減っているかということを、この時点と比べた増減を書いたものなんですが、赤いやつが、消費ですね。ピンクは住宅なんですが、家計の消費ですね、家計の支出ですね、これは減ってるんですね。で、政府支出はですね、黄色いやつが、これは社会保障とかそういうやつです。で、オレンジ色が、公共事業です。で、これが相殺していると、こっちが増えてこっちが減って相殺していると。で、こっちは、抑えてるんですね。自然増で増えているはずのものを抑えてるという。で、そういうことで、民間企業の設備投資と金融資質が増えてて、青と緑ですね。あれが増えてて、それでこの赤いやつとピンクのやつ、家計の支出をの減少を相殺しているという、こういう関係にあるということですね。お願いします。それで、そういうことは十分彼も安倍さんも分かっていると思うので、だからこんな感じなんですね。これ公共事業、実質公共事業ですが、選挙の前になると増やすんですね。こう選挙の前になると増やして、選挙終わってから減らしてるんですね。でそうやって、一応だから財務省に言われてるか、支出全体を抑えなきませんというのはこう守りながら、選挙の前になると増やして、選挙の後になると減らしてるということで、この選挙の後の減らしている側面というのは、ろくでもない法律とか決めてるのはそこであって、で、そのうち選挙が近づくと、そんな法律はのことはみんな忘れてもらって、で一生懸命公共事業を増やして、景気を良くして、選挙に勝つ、こういうことを繰り返したということですね。ではお願いします。で、こうやって、結局、あんまりどっちかというと、本当は緊縮的だということですね。ちゃんと景気のためにお金をたくさん使いますという、姿勢がどれだけあるかというと、だいぶそれは疑わしいと、人々の生活のためにお金を使うという姿勢は、あんまりないというのが実態なんだけど、でも、左派側がもっと景気のいい対案をアピールしない姿勢で負けているということが言えると思います。はい、お願いします。で、多くの欧米で日本と違うのは、左派側から派手な反緊縮政策を提唱する勢力があるということで、お願いします。はい、有名なのはこのイギリスの労働党の、コーリー党首ですね。公衆選挙の時の公約が自民のための量的緩和、これはイングランド銀行が量的緩和で作ったお金で住宅やインフラの投資をするという、そういうことを言っていたんですが、2017年の総選挙で、労働党が大躍進しました。でそれは反緊縮のマニフェストが受けたと言われます。その中身ですが、お願いします。この反緊縮マニフェストですが、教育とか医療とか介護とか、そういった人々の生活のために、486億ポンド増やしますって支出を。でこれに対しては、富裕層とか大企業に対する課税で、財源をつけている。で一方、インフラ投資をですね、10年間で2500億ポンドのインフラ投資しますと、新幹線とかね、電化とか、再生可能電源とか、でそれとか、ね、目玉住宅ですけどね、住宅とかのためにそういうインフラ投資しますということを言ってて、でこれは緩和マネーですね、イングランド銀行の量的緩和マネーを、安く借りて、やりますよという、こういうスキームになっています。はい、お願いします。で、それからスペインの新興左翼政党のポデモスですけれども、何を言ってるかというと、要は欧州中央銀行がね、政府にお金をファイナンスするということは禁止になってるけど、これはやめるということです。で、それから政策目標、欧州中央銀行の政策目標に完全雇用を含めるとか、欧州中央銀行が欧州議会から任命されるのにするとか、スペイン憲法に財政均衡ルールがあるけどこれは廃止するとか、そういうことを掲げています。でこういうののもとに、社会政策を充実させる、いろんな福祉とかね、社会保障を充実させます、あるいはベーシックインカムを導入しますというようなことを提唱しています。はい、お願いします。
で、メランションです、フランスの大統領候補ですね、この間の。何を言ってたか、2730億ユーロの歳出を拡大して、うち1000億ユーロを使って公共投資をして、景気を刺激し、350万人の雇用を創出しますということを、目玉公約として掲げていたんです。で、その結果、第1回投票で約2割に得票しました。これ社会党のアモンさんがもし降りていたら、決選投票に残ったかもしれないですね。はい、お願いします。で、このメランションさん、選挙中ですね、フィガロにこんなこと言ってて、欧州中央銀行が諸国の公債を買い取って永久債にしてしまう。そうすると、国の債務というのは消えてなくなるという、そういう話をしています。はい、お願いします。で、欧州議会ではですね、左派系の、18人の議員が、欧州中央銀行に対してヘリコプターまでの導入を、検討してくれという書簡を送っているということがあります。はい、お願いします。2016年の11月欧州議会でですね、欧州左翼党、まあ、共産党とか、左翼党の集まりですね、その、欧州左翼党の議員が、ドラギ総裁ですね、欧州中央銀行のドラギ総裁を責め立てていたんですが、何て言ってたかというと、まあ、インフレ目標の達成に失敗して、ただ投機とバブルをもたらしているだけだということで、で、そうじゃなくて、欧州中央銀行が、公共的投資をサポートしなければいけないということを言っていたわけです。で、それから、その当時、量的緩和が、2017年3月に停止される予定になっていたんですが、それ以降も 延長しろということを要求していました。で、でドラギ氏の緊縮緊縮緊縮のドグマは失敗した。ユーロ圏は力強い持続的な成長に戻る必要がある。今すぐにだということを主張しています。はい、お願いします。で、サンダースさんですね、ご存知だと思います。民主党の大統領候補選びで、ヒラリー・クリントンさんにもうちょっとのところまで迫った。どんな公約があったかというと、 目玉公約が5年間で1兆ドルの公共投資ですね、100兆円ですかね、公共投資をする。はい、お願いします。で、そのサンダースさん、昔こんなことを言ってたんですね。これはフェッドというのはアメリカの中央銀行のことですが、そのアメリカの中央銀行が利上げ、ね、だから金融緩和をやめるという、利上げをするというのは、それが、そういう決定はですね、金融界ですね、銀行たちに操られてやってることだというふうにして批判してるんですね。で、今利上げすることはもっと労働者を雇うためにお金を借りなければならない零細企業主にとって災難である。そしてもっと多くの仕事ともっと高い賃金を必要としているアメリカ人にとって災難である、ということで失業率が 4% を切るまでは利上げをすべきではないということを、まあ、サンダースさんは当時言ってました。はい、お願いします。この間サンダース派の最年少の、女性下院議員が誕生しました、オカシオ・コルテスさんですね、このオカシオ・コルテスさんはいろんな政策を掲げている、労働者とか貧しい人たちのためにいろんな政策を掲げているんですが、その政策の一つ、目玉政策の中の一つがこれです。国による雇用の保障ということです。で、お願いします。はい、これ MMT、現代貨幣理論という理論があって、経済理論があって、で、まあ、それの影響があるわけですね。そのサンダースさんとかっていうのはそういう影響を受けているということなんですけれども、この、まあ、左派系のあれですね、ケインズ案の一種ですけれども、その、看板政策です。 MMT が昔から主張している看板政策です。雇用保障、雇用、東洋経済オンラインでですね、ちょっと これの特集記事みたいなのがあったので、またご覧いただいたらいいと思いますけれども、要は、政府が雇用を保障します。働きたい人みんな、仕事を、与えますよという、そういう提案ですね。多くの民主党の政治家が、続々と今支持を表明しているということです。はい、お願いします。で、というわけで欧州の左派、まあ、アメリカではリベラル派というんですが、その、コンセンサスですね、財政危機論は新自由主義のプロパガンダなんであって、そんな耳を傾けてはいけませんというのが基本的な姿勢です。で、緊縮はダメ、絶対人が死にますということです。で、財政支出を拡大して社会サービス、福祉とかね、教育とか、充実して、そして景気を刺激して雇用を拡大しましょう。
財源は大企業とか富裕層から取ればよろしい。でさらにそれに加えてですね、中央銀行が作った緩和マネーを使えばよろしい。公的債務は中央銀行が買い取ってチャラにすればいいと、まあ、そういったような主張をしているんだということですね。お願いします。で、これ、1945年にですね、イギリスは戦争が終わってから、チャーチル、戦勝の英雄チャーチルが負けてですね、選挙に負けて労働党が政権を取って、それでゆりかごから墓場までと言われる、イギリスの戦後の福祉国家の建設を始めた。その、大々的な福祉国家建設ですね、始めたんですが、その時イギリスの財政状況どうだったかというとお願いします。公的債務はですね、GDP の 215.6% もあった。これは純債務ですよ。だから政府の資産を引いた純債務が GDP の 215.6% だと。でそういう状態から高度福祉国家の建設に乗り出しているんです。だからそんな政府の債務がこんだけたくさんありますというのは理由にならないということですね。でちなみにこれ日本は 120% ぐらいですかね。これ純債務ですからね、政府の資産引いてるんです。総債務はもっとたくさんあったということですね。はい、お願いします。でこういった路線の実績ですが、次、例えば、ね、アイスランドというのは政府あれですね、リーマンショックの時に経済危機になったんですが、その時政府支出増やしてるんです。この赤いのが、政府支出です。赤い実線が。その結果として赤い破線が、失業者ですがどんどん減ってます。でそれに対して、ギリシャですね、同じような時に、まあ、2010年がギリシャ危機ですが、まあ、似たような時に危機に陥っておいて、でこの青い実線が政府支出ですが、政府支出を IMF から言われて減らしてるんですね。でそうすると、破線が失業者ですが失業率どんどん増えてる、非常に対照的な対応をとって対照的な結果になったということです。お願いします。で、ポルトガルですね。ポルトガルが左派政権ができてるんですね。でそれで反緊縮的な政策をとってるという。お願いします。でその結果ですね、成長率はどんどん増えてます。はい、お願いします。で、失業率がどんどん減ってますという。お願いします。で、歳出を増やしているにもかかわらず、財政赤字が減ってるんですね、という感じです。お願いします。はい、カナダでは2015年に中道左派政権ができました。で、公約は、まあ、いっぱい財政支出をしますよということを公約にした。はい、お願いします。で実際に財政支出を増やして、まあ、財政赤字も増えてるんですが、はい、次、まあ、実質成長率上がってますね。で、それでお願いします。雇用が増えて、失業率が減っているということです。お願いします。で、このまま支えていたのは金融緩和を支えていたということですね。はい、お願いします。で、スウェーデンですが、スウェーデンはここにこの時点で保守中道政権から左派政権に変わっているんですが、これは前の年と比べた政府支出の伸び率ですが、伸び率自体を増やしているということですね。はい、お願いします。で、それ実質 GDP ですが、まあ政権交代前と比べると、まあ、GDP の伸びは高くなっている。はい、お願いします。で、失業率はどんどん減っているという状態。はい、お願いします。で、政府支出を増やしているのに財政赤字が黒字に転換している。まあ、景気が良くなって税収が増えているということをお願いします。で、これを支える背景として中央銀行がこの青いのは国債をどんどん持ってるんですね。で、国債保有を増やして、でお金を出してるということです。お願いします。で、まあ、このピンク色のグラフが生産金じゃないや、青いグラフが生産金利なんですが、社民党政権ができてから生産金利がマイナスになってます。で、まあ、すごい金融緩和をやってる。でその結果、ピンク色が為替レートですが、クローナーが安くなってる、通貨が安くなって、でそれで輸出が増えてるという効果も上がってるんです。はい、お願いします。まあ、だから日本でもね、こういう政策になるべきだというのが私の主張になって、まあ、お願いします。で、まあ、要するに今金融緩和の環境にあって安くお金を借りることができるんだから、そんな安く借りてですね、どんどん、そういう、医療とか教育とか福祉とか子育て支援とか防災とかに、たくさん使ってですね、それで雇用を増やして消費需要を拡大して景気を良くしていきましょうということです。はい、お願いします。
で、同じお金を使うんだったら、公共事業に使うよりは、教育とか医療とか介護とかの方が、まあ、雇用者所得の波及効果が大きいですよということです。まあ、今の通名の涙みたいな賃金でこれが言えるわけですから、本当にまともな賃金になったらもっと効果があるということです。お願いします。で、いうことで、まあ、ちょっと次行ってください。私の考え方としてはですね、まあ、急にですね、インフレ時代になってから、その、増税をするというのは難しい場合は、法人税増税とか富裕層の所得税の課税とかっていうのは、今のうちにやっておいて、で景気が悪い時にはそれが景気にマイナスにならないように、国債を日銀に貸してもらって使ったお金で設備投資補助金とか一律給付金とかにして、でインフレの状態を見ながらお願いします。インフレが大きくなっていったらこれを減らしていく、こっちを減らしていく。どうもさっきからアニメーションができないみたいなのが、本来だったらこのアニメーションがこれずっと下がっていくっていうのがあるんですよ。はい、インフレの状況に応じてこれ減らしていく。はい、お願いします。で最終的にインフレ目標になったら、増税の効果が、だけが出るようにするということですね。そういうふうに持っていったらインフレに合わせた調整がスムーズにできるんじゃないかなというのが僕の考えです。はい、次ですね。ただ今の段階となっては、だいぶ完全雇用というか、そういうことも目の前になってきたと思っていますので、こういうことでいいんじゃないかと思います。つまり法人税増税しますと、所得税の累進強化します。それで、豊かな社会保障とか、医療とか、教育の充実とかやりますよと、大学の無償化とかいろいろやります、防災、建設とかやります。でそれでは法人税増税とか所得税の累進課税を強化してやります。しかしそれ自体は政権を取ってもですね、それを実現するまでにやっぱり抵抗もあるでしょうから時間がかかりますねと、いうことなんで、その支出の方、高度な社会保障の充実という支出の方は、直ちに実現する。しかしその間はですね、国債を発行して財源を、賄いますよと、増税が実現できるまでの間は国債を発行して財源を賄う。でそこで金利が上がらないように当面インフレ目標に達しない限り金融緩和を継続すると。でこのことによって、それで日銀が作ったお金で事実上支出をするわけですから、需要が拡大して景気が良くなりますよと、いうことで、ちょっとそれが、まあうまいこと言って、そして今度はインフレが、高くなる、そういうインフレ抑制すべき、ちょうどその時に、この、増税が実現するということによって、まあ、景気に対して押し下げ効果になるということで、インフレが抑制できると、いう、まあ、こういうのでいいんじゃないかなというふうに今私は思っているということです。はい、お願いします。で、安倍さんは本気だと思います。まあ、改憲を実現して戦後民主主義体制に変わる新体制を作ったものとして歴史に名を残すことが彼の野望だと思います。そのために経済で成功して選挙で圧勝して国会を制圧して国民投票するということですね。その歩みを着実に進めてきた。はい、お願いします。で、だからそれに対してですね、財政赤字出したらダメとか、金融緩和でお金ジャブジャブ出したらダメという批判をするとですね、やっぱり民衆の方から、いやじゃあ安倍さんの方がいいやとかって思われてしまう。はい、でましてや消費税増税しますとかって言ったらですね、ますます避けられるということですね。はい、お願いします。でところが今安倍さんは消費税上げると言っているわけですから、一点こっちの方がチャンスだということですね。自民党が勝つと、消費税を上げ、そうしたらまた不況時代が戻ってきますよという攻撃をすることができるということです。だからこれは南方粉砕の大運動をすべきだということですね。はい、お願いします。まあ消費税の税収というのは、ね、結局、法人税の、下げてきたやつですね、それの穴埋めに使われてきたんですよということですね。はい、お願いします。で、消費税の負担の割合というのは結局ですね、貧困層ほど大きくなりますよということです。はい、お願いします。で、これはちょっとアニメーションがないと分かりづらくなって字が隠れてしまってるんですが、まあ、要するに言いたいことは、消費税が上がると、貧しい人は貯蓄がたくさんの割合減るということ。
お金持ちは貯蓄が減る割合がそんなに多くないという、だから資産格差が大きくなるということです。お願いします。で、安倍さんはですね、選挙がやばいと感じたら消費税を引き上げを延期するかもしれません。でその時野党がそれまでに引き上げ反対運動を十分盛り上げていたら我々の成果だと言って選挙に臨める。でも野党がそれまでに引き上げ反対運動を盛り上げていなければ安倍さんはまた圧勝するでしょうということですね。はい、お願いします。で、それで次にやっぱり掲げるべきことはですね、やっぱり一番強調すべきことは何かというと、心配いりませんということなんで、我々が政権を取ったとしても、心配いりませんよと、二度と大不況時代に戻しません。もし何かあったとしても、財政金融の政策を総動員して、また二度とあんな大不況時代にしませんよということを言うことがまず目立つところに主張することが大事だろう。でリストラも就職難もない時代を確実にしますということですね。で、望む人は全て正社員にして同一労働同一賃金をやります。で最低賃金引き上げて違法産業とか根絶しますよという、でそういうことを、目立つところに掲げるのが大事でしょうということですね。で私の先ほど紹介しました反禁縮マニフェスト2017という、これ以外にいろいろ本当に労働規制とか、そういった話も含めてですね掲げてありますので、ぜひご覧ください。はい、お願いします。お願いします。ということで、いつも最後にこれを見せて終わりにするんですけれども、戦前のドイツですね、戦前のドイツ、ドイツ社会民主党を中心とする連立政権はですね、1929年の大恐慌などの1930年代の大不況時代、国民の、あれですね、ドイツでは失業率 40% にいったんですが、銀行財政にこだわってその大不況を悪化させました。その後政権に就いたヒトラーはですね、大規模な公共事業で完全雇用を実現して支持を盤石にし、それによって戦争に乗り出すことができたんですね。で我々の前にこの歴史が待っていないかということです。はい、どうもありがとうございます。担当先生、先ほど野田刑事に渡るレジュメを駆使してですね、わずか3分の時間オーバーでございました。さすがでございます。早速この後ですね、皆さん方の質問用紙を書いていただき、じゃないと議員さんがおられますのでちょっと紹介されて、時間がないのでこの辺りも、ご本人で海江田万里さん、ありがとうございました。大川雅子さん、こんにちは。こんにちは。平直さん。はい。あと候補者で北条智彦さん。はい。あと議員秘書さんのお名前、議員さんのお名前だけであと連呼いたします。立憲民主党、大阪誠一さん、杉尾秀也さん。早稲田裕樹さん、青柳陽一郎さん、から、国民、山井和則さん、同じく浅野、聡さん、それから自由党山本太郎さん、社民党福島瑞穂さん、日本共産党笠井明さん、沖縄の風糸数恵子さんの秘書の方々に来ていただいております。それから辻元清美さん、それから山内浩一さん、以上の方々の秘書に来ていただいております。ありがとうございます。こんなにたくさんですね、議員さん、政策秘書の方々、候補者の方々お越しいただいて本当に感激いたしております。市民と議員がもう本当に一緒になってですね、政権交代獲得して継続させる、この道筋が開けたような気がいたしております。12時ちょうどまで、40分弱の時間、質疑応答の時間にさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。フォーラムの大西副代表が質問時間を担当させていただきます。また衆議院議員さんの関係の方がお越しいただきまして、山崎誠議員さんの秘書の中山さんでございます。
くお願いします。それでは質問の方を開始させていただきます。企業や富裕層に相応の課税をすることには大賛成ですが、収益の大きな企業が数多く存在します。そのためにはブレイクスルー的な技術改進を伴う成長戦略が必要です。しかし現状の成長戦略は各省庁の利益のために現政権の顔色を伺いながら縦割りに行われており、効果に乏しいです。で、科学技術のブレイクスルーが理解できる大学や研究機関の研究者を中心となる省庁から独立した成長戦略会議の設立、これを経済政策の重要な柱として加えるべきでだと思います。要するに経済の成長戦略ですね。これについて先生のお話をください。はい、ありがとうございます。まず経済成長ということですけれども、私の先ほどご紹介いただいた、そろそろサハワっていう本、提談の本、とか、その前の、この経済政策が民主主義を救うという本でもご説明申し上げてるんですけれども、ちょっと2種類あってそれを区別しなければいけないというとで、どういうことかというと、一つは、全部、労働者を全部雇ってしまいましたと、世の中に失業者がなくなって、で、全部雇ってしまったという状態ですね。それで機械や工場とかフルに稼働してますと、そういう状態 で、その状態を成長させていくという、まあ、私の本の中では天井の成長という、表現をしてますけれども、そういう供給能力の成長ですね、その問題と、今不況で物が売れないので売れる分しか生産してませんというですね、売れる分しか生産していません、機械とか工場とかを、フルに稼働させていません、で失業者もたくさんいますという状態から物が売れるようにしている、あるいは福祉とかそういうことに対する政府支出が増えてですね、でその結果としてそういう財やサービスの提供というのが、その、人々の需要に合わせて増えていくと、いうことによって失業者が減っていって、で稼働も機械や工場の稼働も、高まっていくと、で、やがて失業者がなくなって機械や工場をフル稼働までいきますよという、その天井まで持っていくと、この成長と、この2種類の成長は区別しなければいけませんという話を私はその本の中で強調しています。まあ、経済学は一般的にその2つというのは違うものという、考えなければいけないと思います。で、私がこれらの本の中で提唱しておりますのは、この失業者がたくさんいる状態というのは良くないということですね。で、それがいろいろこの間厳しい状態に人々を置いてきた一番の原因で、で、雇用がないというのは、所得がないと、食っていけませんと、それだけじゃなくて、そのことによって尊厳が損なわれるとかね、そういう人たちが多いということですね。で、だから人々に真っ当な職が増えていくということは何よりも大事なことですよと、いうことで、これも政治家の皆さんには、二の一番の公約として掲げていただきたいと思っているんですが、で、これを増やしていくという、そういう意味での経済成長というのは、政府とか、日銀とかですね、そういうところがたくさんお金を使ってですね、で政府が必要な、ところにお金を使っていくということによって、拡大していくと、いうことでもたらされると、いうことです。で、その話と、いっぱいいっぱいもう失業者が亡くなって労働者が雇われてしまいました、ということですね。で、その天井をどう上げていきますかという、この成長の話はまた別の話になっているということです。で、これ自体はですね、大変ちょっと簡単にはいかない難しい問題があります。で、そもそもそういう成長をすること自体が必要なことかどうかということですね。そのことも、その場合は問われなければいけないというふうに思うわけですね。で、そうは言うんだけれども、ともかく
生産性が上がることによって、生産性が上がることによって例えば、いろんな生活に必要なものを作るのに必要な人手が不要になって、でその分人手が浮いて例えば介護とか、そういうところでこれからますます人手がいきますから、そういうところに人手を回すことができるようになりますっていうこと自体は望ましいことですから、そういう意味では、生産性が上がるということは、まあ、そういう段階においては悪いこと、失業者がたくさんいるようなものが売れない段階で生産性が上がると失業者が増えるだけでろくなことはないですが、人々がいっぱい、失業者がいなくなってみんな雇われている状態で、生産性が上がるということは悪いことではないというふうに、思います。したがってそれ自体、目指すことは悪いことではないと思います。ただ何がその世の中に本当に必要なことかっていうことを公的な機関がですね考えるということがどこまで当たるか、ということですね。でそれは非常に疑問なこともあって全然関係のないことのために、人々が本当に必要と思っていないことのために、税金が投入されて、無駄に終わってしまうというそういう可能性も高いということなので、最初申し上げた失業者がたくさんいる段階から失業者をなくしていくというそういうタイプの必要成長ですね。その話とはまた別で、かなりやっぱり政府が何かの形で、介入していくということに関しては、ある程度慎重でなければいけないというふうに思っているところがあります。で、しかし、基礎研究とかをちゃんとやっていくということは必要なことですから、ちょっと業界利益っぽくてですね、なんかポジショントークじゃないかと思われるかもしれませんけれども、大学とかにですね、お金を使っていくということはそれ自体は必要なことだ、大事なことだろうなと思っています。で、そのことと、それとあれですね、福祉介護の問題とか、そういう問題、やっぱりこれからそういうところに人々のニーズが高まっていくというのはそれはもうほぼ確実な話ですので、そういうところで効率が上がっていくようにとかいうことで、例えばそういうところに人々がたくさん事業を始めることができるようにという形での、何らか の支援とかっていうのも、それも、ニーズが外れるっていう意味ではあんまりない話ですからやっていくということはいいことだと思います。で、あと観光の関係ですが、それはほっといて政府がほっといたらできるものではないというところはあると思いますので、例えば環境税の問題ですね、環境税、例えば二酸化炭素をたくさん排出するものに税金をかけるとかというような炭素税みたいな、そういうのをかけるということになると、そういうものをなるべく避けるように技術革新が行われている。そうすると、例えば自動車が電気自動車に変わるとか、それから何ていうかね、例えばそのビルの壁面に太陽電池を貼るとかっていう、そういうことになると設備投資としては非常に大きなことになりますから、それ自体が景気対策というかそういうこととしては大きいことになるから、いうふうに思いますので、そういう環境税をかけていくとかっていうことも一つの戦略かなというふうに思っています。成長戦略という感じで私の乏しい頭で、今思いつく話というのはそんな感じです。はい、ありがとうございます。すみません、今山野井和則さんをお見えになりました。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。まずまずの経験、本当に心強い会見でございます。ちょっとドスンと先生に響くような質問かもわかりませんけれども、借金を増やし続けること、またインフレを続けることは持続可能性の点から疑問だ、いやはや戦争や経済破綻によってチャラにしなければならないのではないか、このような質問いくつか来ておりますのでお願いいたします。はい、わかりました。借金を、拡大するということができるかどうかという問題に関しては、先ほど申しましたけども、お手元のこの質問表の、閉じていた
冊子ですね、こちらの方に反緊縮経済政策 Q&A というところに、そのご説明をしております。そういうことなので、詳しいことはそちらをご覧ください。今国の借金が、たくさんあるということで、問題にされていますけれども、それは端的に言って嘘ですと、いうことですね。問題はございませんと、基本的に問題はないということ、それから経済が停滞した時代というのは、要するに民間主体の中で、設備投資が停滞するということで、民間全体の中で貯蓄が過剰になるというと、誰かが貸していると誰かに裏には誰かが借りているということなので、そういう時代には政府の、財政が赤字になるということは裏側の関係として、ほとんど数学的な必然として出てくるということですね。ということなので、それ自体が何というかね、自然なことであると、いうことです。で、そういうことで、それ自体問題がないということ の, 詳しい説明はぜひこれをお読みいただいたら結構かと思います。で、それからインフレに関してですが、インフレに関してはですね、完全雇用になると、でさらに、それよりもその状態で、さらに総需要が拡大すると、例えばお金を出して政府が支出するというようなことを一方的に続けるとインフレがひどくなります。で、それで国民生活にいろんな問題が出てくるというのは確かで、したがってそういう状態になったらそれをやめなければいけない。で、もちろん福祉とか、そういうことのためにお金をたくさん使うということはやめるわけにはいきませんから、だから一方では、民間の中からお金を取っていかなければいけないということですね。そういう意味では増税はその段階においては必要になっているということです。で、したがっていつまでも続けられるものではなくて、歯止めはあると、必要であるということですね。で、私の述べているのは、それはあらかじめ、インフレ目標として決めておいて、物価安定の目標を超過したら、お金を取っていくということをやるということですね。そういうことをやるべきだということで、先ほど来申し上げているのは法人税を増税するとか、累進課税を強化する、その他の形で、大企業とか富裕層の、負担になるようにお金を取ってくるということによって抑えるべきだというふうに考えている。で、この調整というのはインフレを上から抑えるというその調整自体は簡単なことであるということですね。ということで、心配することは何もないというのが答えになります。これで納得できるような説明ではないとは思いますけれども、ご手元のこの説明をご覧いただいたら、細かいことはですね、詳しいことはそちらに書いてございますので、ぜひこれをお通しください。お願いします。はい、ありがとうございました。それでは消費税をですね、上げなくて、済むその根拠ですね。で、税制のご質問が今もちょっと質問全体にございましたけれども、非常に多いんですね、税制をどうするかというと。で、これはまた別途、このテーマで、大企業とか富裕層とかいうふうな問題につきましてですね、研究会する予定がございますけれども、やはり松尾先生のそのあたりのですね、概観をですね、ご教えいただきたい。税制だけでこれだけ来ておりますので、消費税から出発しまして、はい、はい、ありがとうございます。そのこともちょっとこちらの方に書いてございますので、ご関心がありましたらぜひご覧いただきたいと思うんですが、そもそも税金というのは何のためにあるかということです。普通の企業とか我々の家計とかっていうのは収入があって、その収入によって生活していかなければならない、支出しなければいけないので、支出するための財源として収入が必要であるというのは当然のことと思っていますけれども、国というのはそういう存在ではありません。お金を作ることができるわけですね。だから、支出に対して何かの財源が制約になっているという、そういう存在ではないと、いうことをまず押さえておきたいと思います。で、じゃあお金を作ってどん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 必要なことを出していけばいいんじゃないかとかっていうことになりますけれども、それができないのは何でかというと、国の生産力を超えて、生産能力全体を超えてですね、人々の購買力が高まって需要が高まったら、そしたら品不足がひどくなってインフレがひどくなりますよということです。
で、だからそうならないように人々から購買力を奪いますということですね。そのことによって需要を抑えて人々 の、 あの国全体の生産力の範囲内に、まあ、うまいことその総需要を抑えておくということのために税金というものがあるんだと。だからインフレの管理のために税金というものがあるんだということです。だから支出とちょうど見合うようにあの税金を取らなければいけないというそういうことはありませんよということです。で、ということなんであのデフレ不況で失業者がたくさん出ているときにあの、まあ、支出をするということに関しては別にあの人から、あの余計に購買力を奪う必要がもともとないわけですから一方的にお金出してそれであの対処しても全然構わないということですね。で、問題になるのは全部雇われて生産能力いっぱいいっぱいになっているときに、じゃあどうするかっていう。でその時にさっきも言ったように購買力を奪う需要を奪うということが目的ですよということです。だからあの税金というのは一体どんな需要が少なくなって構わないかというかね、そうなるべきかというそういう問題なんだということで、だから消費税を上げるということはあの消費をしないようにしてくださいということなんですよ。消費をしないようにしてください。消費の購買力を奪います。消費しないようにしてください。だから、そうすると消費が減って、消費財を作っている人とか消費の流通をやっている人が、あの仕事がなくなってですね、それで労働が浮くと浮いた労働が政府支出先で必要になる労働に回りますよと。そのことによって全体の労働全体が一定の中で抑えますと、あの、そういう仕組みになっているということですね。で、だから消費税を上げると消費が減るというかそれは当たり前の話なんですね。でだから今のようなまだあのまだデフレ不況が完全に脱却できていない状態で消費税を上げると消費需要が減って不況がひどくなるとまた不況に戻ってしまうというようなことはまあ当たり前の話という話ですね。でだからあのそのことによってかえって、まあ、多分税収は減るだろうしいろいろ問題が出てくるということなんです。で、だからあのその時にはあのやっぱり我々はその、将来、労働がいっぱいいっぱい雇われてしまって総労働全体の限られた労働の中で、一体、どこが減っていいかどの労働配分が減っていいかというそういう発想でものを考えなければいけない。でそのために税金というものをかけるという発想をしなければいけないよくなる。で、つまりあの法人税取ったらいいじゃんというようなあの私は思いますけども法人税でやっていける、取ったらいいと思ってるのは、それはあのここにも書いてるんですけれども、いっぱいいっぱい雇ってしまったあの天井になったらさっきの天井ですが天井の成長ってもうあんまりないんですよ。でそうするとあの機械とか工場とか増やしてもそれに貼り付ける労働をあの増やすことができませんから仕方がない。だから機械とか工場とか増やすというその分ですね、つまり設備投資の純増分ですが、それはそういうあの、完全雇用になってしまった、そういう人手不足がひどくなった状態においては、機械とか工場とかの純増分というのはもう必要がないと。だから、そういうものを作るところが労働配分が減るようにする。まあ、要は法人税で、あの利潤に課税することによって設備投資とかがあんまり起こらないようにしてその設備投資財を作る部門というのは減らしていいでしょうという、そういうことです。あのそんな感じで、まあ、それは政治的に考えることだけれども人々の間で民主的に話し合うことだけれどもどういう労働配分を減らせばいいでしょうと社会全体の中 で、その部門に税金をかけるようにしましょうと、いうことですね。そのことを考える。そうするとあのそれで、なんていうかね、労働配分がうまいことを配分できると、いうことであったらあのそれで税金の目的としては、OK なんだという、OK なんであって、そのことによって、支出と税収との間の厳密な金額の、バランスが取れるというそういう発想をする必要はないという。まあ、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あの次に政府支出の問題でございますが、いくつかたくさん来ております。雇用の公的保障、ベーシックインカム、教育無償化、子育て支援、最低賃金制 の、 あの増額、老後の社会保障を減らさない、このようなことが可能と思われますか。それができたら全く新しい人間社会が開けると思いますが、ご質問でございます。はい、ありがとうございます。
まずそういう先ほどご紹介いたしました欧米のですね、サンダースさんとかコービンさんとかそれからスペインのポデモスとかね、そういった人たちが掲げているのはそういうことです。で、そしてそれが可能なんだよと、いうことで訴えていると、いうことをご確認いただきたいと思います。で、だからそれはできるんだということですね。で、先ほど申しましたようにまず失業者がまだいますよと、いくらでも雇えますという状態だったら何ら問題はない。別にそれをその人たちを雇っていけばいいだけの話だと、いうことなんですね。で、それでその段階において別に財源とかっていうことは何も考える必要はなくて大丈夫だという。で、それで全部雇ってしまったらじゃあどうするかというと、労働配分としていらないところはあるだろうということですね。それはいっぱいあると思う。家事の中に労働を取られている余裕はないんですよ。そんなものはいらんということですよね。で、ということだし先ほど言ったように、日本の、設備投資財のために、割かれている労働配分の割合っていうのは先進国としてはかなり高いので、それも減らしていいというところはいろいろ見つかるということですね。で、ということなので可能ですという可能だというふうに信じて我々は言っていかなければいけないし、そういうことをそういう政策を望んでいる人たちってこの間の政府上級不況で不条理になってそういう政策を望んでいる人たちってたくさんいるということですね。そういうニーズに応えていかなければやはり選挙で勝っていくことはできないというふうに思っております。よろしいでしょうか。はい、ちょっと先ほどの質問に関連するんですけれども、今や国債は1000兆円を超え、日銀がファイナンスしている状況ですが、円の大暴落、ハイパーインフレの可能性は本当にないでしょうかということでございます。さらに景気刺激策として、先生おっしゃったように、国債発行、日銀の給付をしていった場合に、そういう恐れはもっと増えていくんじゃないでしょうかという心配でございます。はい、ありがとうございます。そのことについてもこの半径縮経済政策 Q&A のところに書いてございますので、ぜひご読みください。心配はありませんと、いうことがお答えになりますが、暴落ということで言いますとですね、決してないと思います。もちろんないと断言はできないですけれども、心配する必要はないということです。で、つまり、将来的にどんな政権ができてどんなアホな政策を取るか分かりませんから、将来的にむっちゃくちゃアホな政権ができてアホな政策を取ったらそれはあるかもしれないけどということです。そういうことは置いておいてということです。むしろ日本はですね、ここにも書きましたけれども、ブレグジット投票だとかね、上海で過去の暴落したとかね、それから東日本大震災だとかね、それから北朝鮮からミサイルが飛んできたとか、その度に円高になってる。ちょっとしたことで何かというと円高になる。それを人為的に抑えてるっていうところですね。で、人為的に抑えてるんだけどちょっと手を抜くとすぐ円高になるっていうね、そういうところであります。で、最近もそう、直近もそうですよね。なんか今世界経済不安から世界的に株価が下がってますけども、早速円高になる。いうことで、日本にとって、一番のリスクは円の暴落ではなくて円高ですね。で、それです。で、今後それはますます高まっていくと、というのは海外に企業が進出していってて、その海外進出企業からますますこの利潤が送金されてきています。それがどんどん多くなって、それが、基本的に長期的にずっと多くなる。そうすると外貨を日本円に変えるというね、そういう圧力というのが基本的に高まるということです。で、さらに今後デフレが終わってですね、インフレを抑制する時代に入ると、金利が高くなります。今よりは金利が高くなります。で、そうすると、外国で運用するよりは日本で運用した方が得になりますので。資金が日本に流れ込んできて円が買われます。したがって円高になります。ということで見通せる将来ということでは、円高の圧力の方がよほど高くということです。で、むしろ我々が心配すべきはそっちの方であるというふうに考えています。はい、ありがとうございました。ちょっと挟み込むような問題でございますけれども、
本日の学習内容を、経済政策ですね、安倍内閣が採用する懸念はないのかと思います。でそれからちょっと今手元にないですけど、なぜ、野党が緊縮緊縮と言って、景気を悪くするような政策を続けたのだろうかという疑問でございます。先生おっしゃったんですね、先ほど。はい、なぜと言われても私に聞かれてもちょっとよくわからないんですが、2010年の、先ほどご紹介いただいた、不協和人災ですというのは民主党政権時代の真ん中に出しているんですが、なんとか採用していただきたいと思って出したんですが、まあ、採用してはいただけなかった。デフレの時代こそですね、デフレ真っ下げの時代こそ全くゼロから日銀がお金を作ってどんどん支出したとしても、何らインフレになってひどいことにはならず、雇用は拡大するし景気は良くなるし、震災の復興はできるし、公約は全部実現できるし、いいことばっかりで、今頃民主党政権が続いていただろうと。まあ、戦争法案も通らなかったし、そもそもその共謀財法も何も出なかっただろうというふうに思うと、非常に悔しい思いがしていると、いうことで、もう人手不足もだんだんと近づいてきてですね、残りにできる期限が今だいぶ少なくなってきているという、状態になって、ようやく、まあ、ちょっと引き入れていただける兆しが出てきたことはとっても嬉しいんだけれども、もう残りも少なくなってきているという、そういう悔しい状態にあるということなんですけれども、どんな話でしたっけ、すいません。野党が緊縮を今ずっと言い続けてきたというのはなぜだろうか。その前のご質問ですが、どんな質問ですか。安倍総理が政策を、そうだ、それでその時にそういうことがずっと続いてきたもんだから、そんな中で一生懸命なんか言っとるわけですよ、僕が。で、次の安倍総理の手はこんな手を取ってくるだろうとか、それに備えなければいけないみたいな話の、ことをホームページに書いたりする。で、最初は自分の知り合いが冗談で、野党には全然聞き入れられてくれんくせに、これ官邸が呼んで真似したらどないするんだっていう話を突っ込んでくる。で、最初冗談と思ってわははとかって笑ってた。だんだんそういうことを言ってくる人が真顔になってくる。で、真顔になってきてですね、最近はだから本当に官邸が真似するかもしれんから書くなとかって言ってきてて、で、まあ、もともと忙しく、あまりに忙しくなりすぎたので、まあ、最近はホームページとか書いてないんですが、それはね、それを上回るようなことを今度はこっちがやるというしかないと思っています。はい、いや本当に今の話、私の友達に官僚がおりますけれども、全部松尾先生の本を読んでるので、私もヒヤヒヤしております。先ほどの話で、消費税に対する反対をもっともっと野党が強く言えばね、仮に安倍さんがそれやめましてもね、野党が言うことはやめたんだと、まあ、こんなことはそうだと思いますよね。はい、それから次に、格差の問題ですけれども、でこれはですね、表面にあまり見えないと思われるんだけれども、実際では非常に進んでいる。私の周りにもそういう例が非常に多い。この格差の問題を真正面から、取り上げて説明いただいて、先ほどありましたけどね、もう一度一つ強調いただきたいと思います。はい、わかりました。ですね、格差というのをデータで、ね、出そうとするとですね、先ほどちょっと人件数がありましたけどね、人件数改善していることがあるんですよ。で、なかなか出てこないということなんですが、現実にはあるんですね。で、しかももっとひどくなってるんですね。で、そういうことなんだけど、これなんでかっていうと、アメリカとかだったら格差って、だからその経営者の人って株主、大株主で、でいっぱいその配当とかもらうじゃないですか。で、だから明らかに個人所得の格差として出てくるんですけども、日本の場合そんな給料をもらっている人同士の給料の差とか格差のうちに入らへん、本当は。うん、で、膨大な、会社財産で、その会社の所得を、会社の所得としてデータ上は出てくる。で、しかしそれを自由にすることができる人っていうのがいるわけですよ。で、個人的目的のためにそれを使うことができる人っていうの。
まあ、ゴンさんは違法ということになっちゃったけど、ゴンさんみたいなんていっぱいいますやんか、世の中で。しかしそれ合法的な人っていっぱいいるんですよ。で、だから会社の財産です。法人所得です。でその法人所得はアベノミクス以降ですね、もう市場空前の儲けですやんか、どん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 膨らんでいると。で法人財産もどん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 膨らんでいるという意味ではすごい格差なんです。で格差言ったらそういう格差ですよと。でむしろそういった人たちって全然お金使いませんから、で設備投資もしてくれないしですね、で全然お金使いませんから、それよりは民衆の方に所得が回った方が、たくさん支出しますから景気が良くなるということですね。でだから格差なくす方がいいという話になってくるわけなんですが、普通まあ我々が格差反対とか格差なくせんって言ったら、そしたらその受け取る側としてね、やっぱりその給料の格差みたいな、そんなレベルで捉えてしまいますよ。で僕らもついついなんかそんなレベルで語ってしまうところがあるけど、給料の格差とかってね大したことなくて、でそういうことを聞いた方はじゃあ頑張って儲けることがいけないんかみたいな、そんな反発が出てきてですね、で、なんやこいつは興味入れとこうっていう話になってくるんですが、そうじゃないんですよということを言わないといけない。いやその働いてもらえるその給料の格差のことを言ってるんじゃないんですよと、もう法人所得と一般の個人 の所得の差のことを言ってるんです。でそれから、その他に働かずにいっぱい資産持ってる人ですね、働かずにいっぱい資産持ってる人がその金融的な儲けから儲かっているっていうのが本当の大金持ちなんですよ。で別にそれは労働所得でも何でもないですね。でそういうことの格差を今問題にしてるんで、こっちもアベノミクス以降すっごい拡大してますけど、そういうことを問題にしてるんですよということを表に出して言わないとなかなか通じないだろうなと思ってますね。はい、はい、ありがとうございました。ちょっとまた現実の問題でございますけれども、次の選挙に、原発問題、辺野古問題、森掛問題、会見問題などはあまり争点にしない方が良いのですかっていや、それは前に表に出して争点にすべきことは間違いがないんですよ。だからひどい話だし、しかし一方で彼らが一般の人たちが一番関心を持っているのはやはり生活の問題だということですね。でそれに中心的に訴えないと聞いてもらえないということで、例えば原発の問題にしても、やっぱり原発の立地しているところっていうのは、原発があることで降りてくるお金というのが、これがなくなると食っていけないじゃないですかっていうのがやっぱり一番大きい。で子供も大学にやることもできなくなるじゃないですかっていうことですね。でそういうことが一番大きいわけだから、いやそんなことはないですよ、大丈夫ですと、原発なくしても、ちゃんと食っていけますよという、そういうことが説得的に言えないといけない。で金の命とかっていうスローガンでその人たちを説得しようとしてもですね、それは、都会のすごいな恵まれたところに、住んでちゃんと地元がある、そういう都会に住んでいる人たちの贅沢みたいにしか聞こえないと思うんですね、その人たちが。だから、そうじゃなくてちゃんと経済をまともにするから原発がなくてもその津々浦々ね、そういう田舎のところでも食っていけるようになる、まともに食っていけるようになるんだということを説得的に言えないと反原発も通じませんよということなんです。で反原発はもちろん言うべきなんだけど通じないということですね。だから沖縄でなぜ国が争点にできたかっていうのもそういうことだと思うんです。尾長県政の下で、基地がなくてもやっていけるんですよということ、みんな天狗を持ったわけですよ。でだからそれは大事だと。でそれから沖縄の場合もそうなんですが、私が今住んでいる京都とかね、観光ですごい今潤ってるっていうか持ってるっていうか、そういうところあるんです。で、そのことの自体の是非はまた別にしてですね、そういうそれで持ってるっていうところがある。でアメリカ政府の言いなりになって中東とか出かけていってですね、いらんことしてですね、で恨みを買ったり、だから要は京都とかで国境人とかですから、恨みを買ってですね、でなんかドカーンとかってテロが起こるというようなことになったらですね、もう格好おしまいやないですか。経済ダメになるんですよ。でか京都シャッター街になりますよ。でそんなことを考えるとですね、じゃあそれはつながってるわけですよね。でそういうつなげ方をしてこういうことになってしまうから、アメリカ政府の言うこと聞いて選ぶことしに行ったらあかんやんっていう、そういう訴え方をすると聞いていくんじゃないかなと思ってます。
それから官僚の方は随分松尾先生に並みておるようでございますけれども、よあの言い方が悪いことが別としまして、この質問は、立憲野党間の経済政策の違いはどこにあるのだろうか、まあ、この先生にはご質問しても前の先生方にお話していただくことだと思いますけども、それで次に言っておりますのは、この経済先ほどの違います要はこの方おっしゃっておった3つ目のことはですね、こういう経済政策を進める場合に官僚の応援、それから企業のですね、やはりその気にならせる、こういうことが非常に必要だね。それでなければやっぱり世の中変わらないんじゃないかと、まあ、いうご質問があります。お願いします。はい、ありがとうございます。立憲野党間のというのは私自身もよくわからないのであれなんですけれども、ただ申し上げられることができることは、確かに私は全然ハイパーインフレとか心配ありませんよと、財政再建の問題も心配ありませんよというふうに言うことはもう自信を持って、合理的に説明はできているつもりだし申し上げますけども、でも心配する人がいてるというのはそれは理解します。そういう人が存在する、世の中に存在するというのは、まあ、それは仕方がないことでしょう、思います。でそういうことだから、そういうなるべく財政再建すべきだとかね、お金、無駄なお金使ったらいかんとか、日銀あまりお金出したらいかんとか、そんなことを主張する野党の人が、存在するというのは、それは存在するやろうし、そういう世論も あるというのは、それはあるでしょう。で、とすると、むしろ、なんていうかね、だから消費税上げなければいけませんよとかね、そういう線で政党を引いた方がいいんじゃないかっていうのね。だからそれは今の多分共産党さんにも立憲民主党さんにもいろんな社民党さんにもね、両方いるんだと思いますよ。両方いるんだと思いますので、それはその線でこう引いてですね、それぞれで政党を分けた方が本当はいいんじゃないかというのが僕の考えです。はい、ありがとうございます。最後のやつですね。はい、官僚の皆さんとか、ご理解いただいたら大変助かると思います。で、企業の皆さんに関してもですね、別にその法人税上げるとかっていうのは非常に厳しいことを言ってるようではありますが、それで子供がたくさん生まれるとかですね、いうことになってくる、あるいは優秀な労働力ができるようになってくるということは、長い目で見るとやはり企業にとってもいいことではないかと思っておりますので、ご理解いただける企業の方が出てくるということは大変心強いと思っています。はい、ありがとうございました。もう本当にたくさんの話私続けたいんでございますけども、時間がまいりました。で、最後にですね、松尾先生の提案が受け入れられていない主な理由、これが残ってございますが、早橋先生でおっしゃっていただいております。どうしたら政策協定まで高められるか、これは松尾先生のに対するご回答いただきますよりも、私とも努力いたします。また議員さんの皆様方も、ご協力いただきましてですね、この会場の皆さんもですね、そういう方向に道を開いていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでこの特にこのご質問は政策のお手紙が多かったですね。で、後ほど、出口で出していただけます政策ご提案につきましても、これもね、一緒にいたしまして分類整理いたしまして、方向性を私どもとしいたしまして探りまして、市民の皆さん、私ども市民の方向性を探りまして、きっちりと、政党にお届けいたすことを約束いたします。ありがとうございました。国民秘書さんと追加です。松下明郎さん、牧山博さんの秘書の方もお面談しました。ありがとうございました。大変長い間熱い討論と先生の熱いお話を長時間にわたりお聞きいただきました。それぞれの皆様方が生活の場で、あるいは皆様が活動なさっていらっしゃるグループの中で、今日の話が少しでも生かされていきますように、祈ってやりません。なお今日の集会ですね、最初私ども大変心配しておりました。朝早い時間
211人の方のご参集をいただきました。ありがとうございました。続きから終了の挨拶をさせていただきまして、この会を終わらせていただきたいと思います。はい、皆さん、ありがとうございます。こういった勉強会をぜひやりたい、で続けていきたいというふうに思って第1回政府をありがとうございます。1月も2月も続けていきます。こうしてみんなで経済を作っていくというね、そういう野党と、市民とそれから学者で作っていく、そういう流れを作りたいと思いますので、次回もよろしくお願い申し上げます。1月の24日が次回でございます。会場が決まりましたらまたお知らせしますので、ありがとうございます。じゃあ今日はこれで終わります。これから